収はええわ。じゃあ俺が気になるのは次長課長が金持ちすぎてるっていうことや。もうそれは絶対そうです。元がよく行くクラブみたいなのって あれすごいよな。すごい、ほんまビップルームみたいなところに案内する。そうそう、周り黒人のあのほんま屈強な米兵みたいなさ。じゃあ周りがしおりに囲うのよ俺ら。スピードして、そうそう、スーパービップやで、あれ、うん、僕も一回小松さん連れて行ってもらったんですけど、そのビップみたいなところでこう、まあ、小松さんと一緒にお酒飲んでて、屈強な黒人 3,4 人になってんすよ、うん、周りで。あ、すごいな。誰も襲ってこへんのに、うん、いや誰も襲えんの、お前誰も襲えんよ。どこの殿様やねん、お前。すげえな、お前すごい遊び方してんな、こいつ。いや、それで扱えんの、その屈強な黒人と仲良くなるために俺どんだけそこでお金使ったの。最初はもう全然片言よ、そりゃ伝われへんし、最初はこんなもんよ、最初は。だからこっからスタートしてんねん、それがだん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 こうなって、最終的にちゃめとってみたいな、いろいろやってんねんから俺だって。俺なんかいまだにあの六本木歩いてたら客引きの黒人さんに「おい、おっぱい好きなんだろ日本人」言われて。誰がまあケチかというか金に汚いかというか、ね、汚さで言うたらもう絶対吉田やと思うけど、まあ